いよいよ G7 広島サミットが迫ってきましたが、その前にいわゆる LGBT 法を作るべきだみたいな話ありましたよね。理解を深めようっていうその意義については反対する人はいないと思います。しかし今様々挙げられているように懸念点も多くありますからね。例えば女性を守ることができるのかということです。体は男、性自認は女性という人が女湯ですとか女トイレを使っていいのかっていうね、それは明確に区別をしなければいけませんよね。だってその内心ってわからないでしょう。実際海外では犯罪も起こってしまっています。理解を深めるというのはさっき言ったように大事なんですが、まず女性の空間を守るというのも大事ですからね。さらにこういう法律ができると理解を増進するためっつって予算がつくんじゃないですかね。新たな利権への入り口です。自民党内でも反対意見が多かったと言うんですけれども、規定路線で進んでいますよ。超党派の議員連盟が一昨年法案をまとめた LGBT の人たちへの理解を増進するための議員立法について、自民党の合同会議は先週、差別は許されないという文言を、不当な差別はあってはならないなどと変更する修正案を了承しました。修正案は16日の政調審議会で了承されたのに続いて、総務会でも了承され、党内の手続きを終えました。総務会では出席者から公衆浴場で性自認は女性だという男性が入ってきて、混乱が生じないよう法的な周知を図るべきだという意見や、法案への誤解が生じないよう有権者にしっかり説明することが重要だなどの指摘が出されました。自民党はこの後公明党との間で合意した上で、開幕が3日後に迫る G7 広島サミットまでに修正した法案の国会への提出を目指すことにしています。この件は両陣営から批判されているような状況ですよね。立憲民主党なんかは自民党の修正によって内容が後退していると反発しているんですよ。立憲はもっと進めたいということなんでしょうね。まあなんかカオスな感じになりそうですけど、一方右派はこの法案自体必要なのかという立場の人が多いんじゃないでしょうか。日本って海外のように同性愛者が襲撃されるみたいな社会ではないわけですよ。ですからそもそも必要なのかっていうね。ただ2月に荒井首相秘書官の暴言からの更迭があったでしょう。ああいうのがダメなんですよ。強い言葉って利用されるだけですからね。岸田総理としてはその辺の批判をかわすという意味合いでも早く作っちゃいたいという思いがあるんじゃないでしょうか。批判するにしても常識的な態度が必要です。そういう点で読売新聞のこの前の社説とかは常識的だったのかなと思います。拙速かつ安易な法整備を戒めていますね。先進7カ国の中で LGBT に関する法律がないのは日本だけだといった主張は事実に反している。各国は差別禁止の一般的な規定を設けているが、日本は最高法規で法の下の平等を定めており、大きな違いはない。19日からの G7 首脳会議前に法案を提出すべきだといった主張はおかしい。それぞれの国の歴史や文化、社会通念を認め合うことも多様性の尊重と言えよう。ですよねっていう内容ですよ。自民党の修正で表現は変わったんですけど、懸念点が消えるわけではないんですよ。なんかこう最近いろんな概念がたくさん出てきてですね、ついていくの難しくないですか。だからこそしっかりと時間をかけていくべきですよ。国民民主党の玉木代表なんかは無理に期限を切るべきではないと慎重な姿勢を見せています。拙速にやってこの問題に対する反発が強まると、それこそ当事者の方からしても本望ではないでしょうね。活動家だけでなく幅広く意見を聞かなければいけませんよね。またこういうこと言うと怒られるんですけど、やっぱこう自民党で反対してる人もやっぱガス抜きになっちゃうんですよね。こんなもの絶対反対だ、この議論の進め方おかしいんだって言ってるけど、それね、あの法案には賛成するでしょ。いつものパターンですよね。まあ多分本人たちもね、そのいろいろなこう思いはあると思うんですけど、なんかこう何回目ですかこれ。というところで今回は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。